狼と獅子は HBO のファンタジードラマシリーズであるゲームオブスローンズの第一章7王国戦記の第5話であるプロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスによって脚本が書かれブライアン・カークが監督した本エピソードは主にエダードが前任の王の手の死因を調査するところを描くキングズ・ランディングでは王の手取材の馬上試合が終わり 権力闘争の企みが、ティリオンがキャトリンに逮捕されたという知らせが、微妙なバランスを壊す。タイトルの狼は、スターク家の紋章であり、獅子は、ラニスター家の紋章である。シーズンも中盤に差し掛かり、物語が動き始める。デナーリスとジョラーは登場しない。ジョンスの王や他の壁のキャラクターも、ロブも登場しない。キャトリンの一行は、 ティリオンを囚人として連れて、ガツの山を通って、東に向かい、谷間に向かう。だが一行は野蛮人に襲撃される。襲撃の最中、ティリオンは盾で野蛮人を殺して、キャトリンの命を救う。一行は、コジョン・アリンの未亡人でキャトリンの妹であるライサの、治める、コース城に着く。姉妹は5年ぶりに再会するが、ライサは、精神的に不安定となっており、 ラニスター家を恐れているように見える。キャトリンは、また、高須城の後継ぎにして、老いのロビンにも会うが、8歳で、未だに母乳を飲んでいる。ティリオンは、断崖に向かって、開き床が傾く、天空房に入れられる。ライサは、ティリオンを、夫の殺人の共犯者と断じるための裁判の、準備をする。ウィンターフェルでは、 ショウフロスにティリオンの方が金持ちで、正義も上手だとあざけられ、シオンがティリオンへの嫉妬を募らせる。ブランは、下半身が麻痺し、昏睡している間に、母親が去ったことで落ち込む。メイスター・ルーウィンは、ドスラク人流の馬上を救術をブランに教えると決める。エダードが、馬上試合に出ないよう、ロバート王を説得し、監修は恐るべき。 クレガー・マウンテン・クレゲインと花の騎士ロラス・タイデルの馬上ジャイに注目する。マウンテンは恐るべき相手であるが、ロラスは貧馬に乗って、マウンテンの大馬の気をそらして勝ちを収める。マウンテンは激怒して、アイバの首を跳ね、ロラスを殺そうとする。マウンテンの弟のハウンド・サンダー・クレゲインは兄からロラスを救い、ロバート王が争いを止めさせる。監修はサンダーを称える。バリスは、 ジョン・アリンは質問をしすぎたので、ライスの涙と呼ばれる毒で死んだと明かす。さらにバリスは、アリンの前の従者で、最近殺された谷間のサーヒューが毒を持ったとほのめかす。一方、アリアは訓練の一部として、赤の王城の中で猫を追いかけ、二人の男が王に反逆する計画を話しているところを立ち聞きする。アリアは父に警告しようとするが、二人の正体が、 わからずに口ごもる。ヨーレンがやってきて二人の会話に割って入り、キャトリンがティリオンを逮捕したことを知らせる。デナーリスの妊娠の知らせが、バリスのスパイであるジョラーを通じて、商標議会に知らされる。ターガリエン家とドスラク人が連合して攻めてくることを恐れ、ロバート王はデナーリスとビセリスの暗殺を命じる。エダードはターガリエン家への憎しみが、 ロバートの判断を曇らせており、卑劣な暗殺を命じては、かつての、教王と変わらなくなると言い,い、命令を拒絶する。ロバートの決心は固く、エダードは王の手を辞職し、ロバートは激怒する。ロバートが、親友のエダードと争ったことを悲しんで一人で、飲んでいるとき、サーセイがロバートを尋ね、ロバートはなぜドスラク人の侵略を深刻に考えるのか説明する。一方、 ロバートの弟のレンリーは恋人のロラスと共にいる。ロラスはレンリーの方がニーたちやオイたちよりも優れた統治者になるといい、王になるべきだと説く。エダードが王とを離れる前に、リトルフィンガーは子ジョン・アリンが死ぬ前に最後に会った人物に引き合わせる。その人物とはロバートのお年子であるジョジの母親のショーフミーガンである。ジョン・アリンはロバートのお年子を探していたという。 エダードと、護衛が去ろうとしたとき、ジェイミーとケライが待ち伏せし、ティリオンが逮捕されたわけを尋ねる。エダードは逮捕の責任を認め、戦いが始まる。ジョリーをはじめとするエダードのケライは殺され、エダードとジェイミーは1対1で戦うが、ジェイミーのケライがエダードの足を槍で貫く。ジェイミーは、戦いを邪魔したケライを殴り倒すが、 エダードを殺さず、弟を生きたまま返せと警告する。ジェイミーは立ち去り、エダードは血まみれで泥の中に横たわる。脚本は、プロデューサーのデイビッド・ベニオフと d b ワイス自身によって書かれ、原作第一部、七王国の玉座の第30から35章に基づいている。本エピソードでは、原作では、視点人物の目を通してしか現れない、キャラクターの肉付けが続けられる。 リトルフィンガーとバリスの対決、ロバート王とサーセー王妃の会話、そしてレンリーとロラスの濡れ場である。原作では、示唆されていただけの、レンリーとロラスの性的関係が明確に描かれている。室内場面は、ベルファストで撮られ、馬上試合の場面は北アイルランドの城で撮られた。キングズランディングの野外場面はマルタで撮られた。アリンの谷間のシーンの CG 合成は、 メテオラの風景をもとにして作られたアリンの谷間のシーンの CG 合成はギリシャのメテオラの岩場の風景をもとにして CGI で作られた。初回放送では258万人が視聴して前話に引き続いて視聴者数を増やした。同夜の再放送も含めれば330万人が視聴した。2011年のプライムタイムエミュー賞のスタントコーディネーション賞にノミネートされた。 サイトマン、ロバート、サンデーケーブルレーティングス、ヒート、ブルズスラムダンクスローオーダー、CI、インプレーンサイト、アーミーワイブス、ハウスワイブス、ゲームオブスローンズ、アンド、マッチモア。TBY The Numbers、2011年5月17日、閲覧。ヒバード、ジェームズ、アゲーム、ゲームオブスローンズ、レーティングスヒットシーズンハイ。エンターン,ンテイニャメントウィークリー。 2011年5月17日、閲覧。ゲームオブスローンズ。emmyas.com。2013年3月5日閲覧。ありがとうございます。